ひもじいよ。ったく、意地を張って2日もご飯を抜くからだ。だって身体測定で体重を測るのよ。私が勝ったらリコは今日の晩御飯抜きだからね。私の苦しみを思い知るがいい。じゃあ私が勝ったらアコは今晩も飯抜きだ。もうたまらん。なんだあの子、一年のくせにあんな発育してるとはけしから。どうでもいいけど。いや、いくない。今日という今日はアコリコ先輩のムフフな姿を思う存分撮って撮って撮りまくるんじゃ。よし、憧れの姉ちゃんちと毎日のようにあんなことやこんなことしてるケータに俺の気持ちが分かってたまるか。あいっ、てててて、なんだ、そうだったんですか。それより三日月はどうしてここに。ケータを誘惑しに来たならただでは済まさんぞ。見よ。どうだ。そこから離れなさい。弁償してやる。弁償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 。とにかくこっちへ来なさい。アコさんとリコさんも。いよいよ。行くわ。三國さん、もしかしてまだ健康診断受けてないの。一年はずいぶん前に終わったけど。87。大人の私が82なのに。これは完全に経験があると見た。ケータ先輩も大きい方が好きなのかな。見失っちまった。まずいな。もうアコ姉たちの健康診断はとっくに始まってるはずだ。後に X ポイントで落ち合おう。よし、勝ったー。ケイタ貴様、こんなところにまで。そこまでして俺たちにアコ先輩とリコ先輩のムフフな姿を撮らせたくないか。はい、じゃあ二人とも服の重さは足しておきますからね。なんてことするのよ。こら、カメラようこそ。やじゃ。大丈夫、そんなの全然恥ずかしくないですよ。私だってほら。これは盗撮よ。違う、これはだな。ケイちゃんのラガリア誤解だって。私ならケイタが望めばいつでも見せてやるの。ケイちゃん、今日ちょっと匂わないか。そういえば